花ホーキタケは、ラッパタケモクラッパタケカホウキタケ属のキノコ。英語圏では、ビューティフルクラベリアやハンサムクラベリアの、ホカイエローコーラルフングス、ティッペットコーラルフングス、ピンクコーラルフングス等とも呼ばれる。ヨーロッパや、北、アメリカに分布している。潜痛、吐き気、下痢等をもたらす、観光性の毒があることが広く知れている。ピンクのような色をしており、 多く枝分かれしたサンゴのような形をしており、高さは20センチメートル程度である。同じ形のものが北、アメリカで収集されている。これはヨーロッパの標本と違い、苦味を書いており、違う種であるとも指摘されている。この種を初めて記載したのはクリスチャン・ヘンドリック・ピアースンであり、1797年にクラベリア・フォルモサとして分類されている。 その後の1888年に、金学者のルシアン・クエレットによって、現在の族へ移動された。族の名前であるラマリアは、ラテン語で枝を表すレイモスから来ており、フォルモサは同じくラテン語で美しいを意味するフォーモススから来ている。この種の特徴は、多くの放棄たケ類に説明が適合し、適応が曖昧でに孔明のようであるためいくつかの混乱が起きている。また、 いくつかの採取品から、北アメリカの種は別種ではないかと考えられている。英語圏では、ビューティフルクラベリア、ハンサムクラベリア、ピンクコーラルフングスなど、多くの一般名を持っている。この菌は20センチメートル程度まで成長する。多くの枝を持ったサンゴのような形をしており、黄色、白、桃色などの枝が厚い基部から突き出ている。枝の末端は、 直径0.5センチメートル程度である。若いものは白く、この属の過食のものは若い時から黄色いため、この特徴は重要である。古い標本では、色が焦るため、元の色を区別するのは難しい。放射紋は黄色い。匂いは不快で、味は苦い。しかしながら、北、アメリカでこの苦味が不明瞭なものが報告されている。秋に現れ、ヨーロッパ各地、北。 アメリカでも見つかっており、日本でも見られる。西部の種では、新葉樹の木の下などに見られることが知られる。この菌を食すると消化器系に悪影響を及ぼし、吐き気、潜痛のような腹痛、下痢などの症状を起こすことになる。原因の毒素については現在は知られていない。刺激性の先端部を取り除けば、食用になるとの報告もある。ありがとうございます。